はい、こんにちは、アルブの木工教室の辻です。電動工具で、何を買ったらいいかという質問がまあ多くてですね、Amazon の限定商品ということでプリメロというですねメーカーを見つけました。で、結構その安価な商品でもきちんとした加工ができるものもあります。機械の精度というよりもどちらかというとやっぱり自分の、手の感覚などを信じて微調整しているところが多いです。で、一般的にその中国製品とかを何と言うんでしょう、嫌う方もいらっしゃるんですけれども、僕らの考えは実はそうではなくて、まあ、それをまあだましだまし、うまく使うというようなことがまあいいかと思うので、なんて言うんでしょう、その家で使う電動工具としては僕の考えでは安いもので十分だと思います。まあ、あまりにもすぐもう煙をこう出して壊れるとかそういうものでなければ全然安いものでも、いいかなと思ってます。で、結構その高いものを買ってもですね、その保管だったりそういう形で結局コードに引っかかって落としてしまったとかいうと、その精度そのものを、いいものを買っても結局狂ってしまうことになります。なので、一応その DIY ツールという考え方で、購入するんであれば、使い捨てと言ったらおかしいんですけれども、消耗品というような形の考え方で、購入するのがいいかと思います。ということで、こちらの、プリメロの電気丸ノコの147mmということで、ちょっとこちらの、使い勝手っていうのを、レビューしていこうかなと思います。でですね、まあ、プリメロってどういうメーカーかということで聞き慣れなかったんですけれども、届いてみたら初めて分かりました。この、高木ですね、皆さんもよく聞いたことがあると思います。アースマン、よくホームセンターでも DIY ツールとして、安いもので手頃な価格で売られているものですね。アースマンですね。で、アースマンの道具でいろいろ今ホームセンターで売られているものもたくさんあります。例えば丸ノコでしたり、他ジグソーだったりもバッテリーのものが最近人気で取り上げられてますが、そのバッテリータイプのものよりも実際この電源タイプ、コードタイプのものの方が使い勝手がいいんじゃないかと思いますので、ちょっとこちらをレビューしていきます。じゃあ早速開けてみましょう。はい。で、まあ、丸ノコ、さっき言ったように精度いろいろあります。その精度が調整できるものっていうタイプのものもたくさんありますし、安いものになると、そこまで精度を調整する機能がないというものもたくさんあります。で、まあ、このプリメロはどうかというと、ちょっと一個一個見ていきましょう。そうですね、通常丸ノコはここに芋ネジがあって、こう締めてこの90度をしっかり出せるような機能がついているものが多いんですけれども、プリメロは、この芋ネジの部分が、ベースに当たって止まるというような形で、90度が何回やっても、まあ、しっかり出せるように、芋ネジでこの補正機能がついてますね。はい。炭線に合わせて切るガイドっていうのはしっかりついてますね。で、ここもプラスのビットがついてある程度動くようになっていると、まあ、その炭線の合わせ方っていうのはまたちょっと別の動画で紹介しようと思います。で、あともう一つはここについている丸ノコのそのガイドですね。横から差し込み締めてやると。で、まあ、そうするとここからこの刃の幅分のものが切れますよと、こういう形でしっかり丸ノコガイドもついてますね。まあ、ちょっとですね、ここの精度は少し怪しいものがあります。ちょっとカタカタ動くところもあるので、これはもうやっぱりどうしても自分のその、材料に合わせての感覚っていう風になると思います。じゃあちょっと初めに工場出荷状態の、初めにチェックしておきます。まあ、初めにまず一番大事なのはまずこの刃のネジですね。ここをきちっと締まっているかどうかをちょっとチェックしてやります。ネジを締めるためにはここにロックボタンありますので、ここをカチッと押していただいて、でちょっと刃を回してみます。そうするとどこかの溝に引っかかるところがあります。で、この状態で、このネジを、刃の向きと反対方向に締めます。はい、きちんと締まってますね。これをしておかないと、まあ、工場出荷当時緩んでいるという可能性もなきにしもあらずなので、これは一応チェックしておいてください。はい、では今締めた状態で、今度はここの刃との、直角を見てあげましょう。で、ここの状態でこのベースに初めてスコや直角定規を乗せてゆっくりつけてあげます。で、この時に必ずこの刃の面とスコやが90度になるようにしてあげてください。で、
でこういう風になるとまた角度が変わってきますので、はい、で、こう見てやると下に隙間があるということは、この台自体をこちら側に下げてやるような形になります。なのでグッと押し込んで、今もう少しちょっとこう遊びしろがあるので、これをこの状態にして、で、はい、大丈夫ですね。これでぴったりつきました。この状態でここのネジを締めてやります。はい、必ずこの作業をするときにはもちろん電源を抜いておいてくださいね。はい、もう一回締めた後でチェックします。はい、大丈夫そうです。はい、で、まあ実際この作業だけでは実際きちんと90度が出ているかどうか分かりません。なので一度材料を切って、その材料を、このスコヤでチェックしてやるというのが、おすすめですね。で、これ今ついてある刃は、もともとデフォルトで、ついていた刃になりますね。あとはちょっと高さの調整してみましょうか。切り込みの深さですね、お尻の部分を緩めて、で、ここの部分を上げ下げしてやると、はい、という形になります。で、まあちょっと今触ってる感じ、ちょっとここの上げ下げが少し硬いかなっていうイメージもあります。まあ、そこに関してはちょっとグリスを塗ってあげたりで、調節できるかもしれませんが、ちょっと硬いなっていうイメージがありますね。はい、じゃあ、まずはちょっと 2×4 材を、カットしてみようと思いますので、2×4 材の、深さに設定してやります。2×4 の厚みは、38ミリですので、38以上に設定してあげましょう。実際に切りたい材料の厚みよりも、だいたい5ミリぐらい、と言われてますね。今だいたい、適当に合わせたんですけども、45ミリぐらいですね。なので、まあ、これぐらいで、カットしていきましょうか。はい、ではここのネジをしっかりと締めてあげます。結構ネジもしっかり締まってくれるので結構信頼できるかなとは思います。で、もちろん一応刃には多少の遊びというか、カタカタするような形もあるんですけれども、これそんなに精度が悪いわけじゃなさそうなので大丈夫です。このノコギリは、丸ノコは、ノコギリの刃の外径、直径ですね、これが147ミリ用のものになってます。そうすると大体なんですけれども、大体カットできる最大の厚みっていうのが48ミリですよというふうにここに丁寧に書いてくれてます。45度に設定した場合っていうのは、最大の切り込み深さが32ミリになります。45度にした場合は2倍材っていうのが、切り切れないというような形になります。まあ、そこはちょっと難かなというところはありますけれども、2×4 材をまっすぐ切る場合に関しては、これは十分届くだろうというような形になりますね。で、丸のことを一緒に、買っておいた方がいいのはこのフリーアングルとかいう言い方、まあ、いろんな言い方があると思うんですけれども、こういうものを買っておいた方がいいです。何がいいかというと、これが、緩めるとこういう形で動きます。だから、45度に切れたり、角度をフリーに決めれるというところがいいところですね。はい、これで90度になりました。で、一応まあこれ固定された L アングルっていうものもあるんですけれども、まあ、どうでしょうね。僕の場合はこのフリーアングルをお勧めしてます。何せよまあ1回1回こう測って、直角が出てるかどうかを見てやるっていうのが大事になると思います。まあ、その45度に切りたいっていう時も、ありますので、こういうふうに動く方がいいと思います。実際に固定された L アングルもあるんですけれども、例えばまあ使っているうちに摩耗したりだとか傷がついたりだとか、まあ、ちょっと今もそうですけど、ちょっとこういうふうにボンドが何かついていたりだとか、そういうことでいろいろ狂います。なのでこういうフリーアングルの方をまあ1個持っておけばいいかなというふうに思います。ではですね、カットしていくときに、まあ、さっきちょっと補足説明になるんですけど、この、フリーアングルがあるといいですよというふうに言いました。で、例えばね、差し金やスコヤですね、こういうものに当ててやることもできます。こういう形でですね、こういう形で、スコヤに当てて切っていくこともできるんですけれども、ちょっと僕らの教室でいろいろ見ていると、女性はやっぱりこの押さえる力っていうのがなかなかないので、切っていくうちにどうしてもこういうふうにずれたりしてきます。こっちに寄せようとするあまり
こういうふうにずれてしまうんですね。そうするとやっぱり歯に負担がかかって、危ないですので、だからそれよりは、まあ、丸ノコから多少より手を遠ざけて、しっかりこういうふうに安定して上からも横からも抑えられる面積の多い、こういった、フリーアングルをおすすめしてます。ということで今回はこちらでいきます。まあ購入してもそんなに高いものではないので、そうですね、ぜひ一つ持っておくことを、おすすめします。まあ、丸ノコとセットだと思ってください。例えばですね、まあ、こういう机の上でこうはみ出させてやってもいいんですけれども、まあ、材料がこうスコーンと下に落ちてしまったり、まあ、そういうのがちょっと嫌だなという方は、カネライトフォームというものを、下に敷いてやることをお勧めします。こういうものですね、どこのホームセンターにもあるものだと思います。断熱材です。でこういうところにポンと置いて、でできるだけ、まあ、その机の端っこでやることをお勧めします。太めのペンですね、ちょっと 6B のペンで引いてみます。でここの墨の外側、こちら側を切ってやろうという形で考えております。こういうふうにガイドがあるんですけれども、実際僕らそんなにここ使いません。なんでかというと、どうしてもやっぱりこう刃を当ててみて、まあ厳密に言うとそのアサリの右左っていうのがあるんですけれども、もう一番刃がこっちに出ている部分を当てて、そこが残る形で切れるかどうかというところを見て、実際にこの刃の部分ですね、刃と材料、あと墨線の関係を直接見て決めてやります。だからあんまりこの辺は意識してません。どうしてもまあやっぱり気になるという方はここを調整してもいいかと思います。はい、今ちょっと切る前に回してみたんですけれども、結構音がなかなか激しいですね。なんというんでしょう、マキタとかに比べるとどうしても少し音が、やかましいというような形になります。これ、まあ、ちょっと刃の問題なのか、まあ、モーターの問題なのかはちょっと後でまた検証することにして、とりあえずワンカットしてみます。そうするとこういう形で墨線を残して切れました。でちょっとこれに関して直角を見てみましょうか。あくまでも残った材料ですね。どうしてもやっぱりこっちってその切れていくごとにだんだん不安定になってきて、こうプラプラしてきます。そういった時にこっちを調べてもなかなか正確ではありません。はい、じゃあちょっと私の顔が入ってお見苦しいですが、ブレてますね。奥の方はまっすぐ切れているっぽいんですけれども、手前の方がやっぱりちょっと触れているような感じですね。もう一回ちょっとチェックしてみましょうか。カットしていきます。そうですね、やっぱりおそらく刃のブレだと思うんですけれども、先ほどとちょっと違う切れ方をしてますね。これはおそらく設定の問題ではなくて、もしかするとやっぱりその刃の多少のブレっていうのがあるのかもしれません。はい、今ちょっとこう見るとですね、中側、こことここが高くてちょっと内側がへこんでいるような感じになってます。で場所を変えるとまたちょっと違う結果になっているので、何と言うんでしょう、直線上というかちょっと3次元で、違う2次元か、ちょっと曲面でいろいろちょっとこう変わっていそうなので、とりあえず一回ちょっと刃を変えてみましょう。見た感じそんなに何か曲がっているっていう感じもなさそうなんですけれども、こちらの、おにぎり、おにぎりおにぎり、こちらのちょっと発音かわからないんですけれども、これ僕らがよく使うものですね。Amazon だとかそういうところでも売られているものですので、ちょっと探してみてください。刃の厚みが1.4 ですね。ちなみに先ほどの元についていた刃の厚みはこちら 1.6 ぐらいありますね。なのでまあこっちの方がおそらく若干薄いのかなという気はします。ただまあちょっと精度は高いと思いますので、ちょっとこれを交換してみようと思います。はい、でこれでしっかり取り付きました。で先ほどよりもそのブレがなんか少なくなったような気はします。
さっきのよりもカタカタがちょっと少なくなったのかな、そこの理由はちょっと僕もよく分かりません。でこういう形でしっかり取り付きました。はい、じゃあおにぎりですね。はい、湖南商事プロアクトの商品です。結構やっぱりこうバリが大きいですね。バリは必ず上側に出てきます。丸のこの刃はこう回ってますんで。なんですけど、バリなんてまあ最終的にあのサンドペーパーで取ればいい話なので、私はそんなに気にしていません。はい、今度はもう綺麗に直角が出ましたね。刃を元に戻して、デフォルトでついてた、刃ですね。でそれで切ったんですけれども、やはりちょっと同じ結果ですね。真ん中がどうしてもへこんで、という形の、まあ、ちょっとブレがあるのかなというような形です。そのデフォルトでついているオプションの刃ではなくて、きちんと、1000円程度ですね、前後のものを買ってそれを使えば、十分に使えるかなというふうに、感じました。ということでですね、プリメロの、丸ノコですね、電気丸ノコ、147mm の、DM147AZA という、丸ノコをちょっと紹介しました。で、まあ、僕らもいろいろな、電動工具使ってますけど、一番あの冒頭でも言ったように、なんて言うんでしょう、精度が高いものだから、要は性能がいいから、きちんとしたものができるというのは限りません。でそれも自分の扱い方によって、いくらでも変わってきますということで、安価なものでもそのいろいろ自分でちょっと調整しながら、使っていくというような形で、精度の高い加工というのができるようになります。あとは、このプリメロの、いいところでは、結構そのいろいろな、機種ですねが、統一してこのシンプルなデザイン、この例えばアルミベースだったりこういうあのあと白ですね、こういうちょっとグレーがかった白で統一されているので、例えば自分で一つ一つ揃えていった時に達成感っていうのがあると思います。で本当にまあ家でいろいろちょっと趣味でものづくりをしたいという程度では、全然、OK な道具かなというふうに感じました。はい、まあ、あとはまあその精度の高い、加工の仕方っていうのはまた別の動画で、ご覧いただければと思います。はい、ということで今日はプリメロの、丸ノコの紹介ということでした。ありがとうございました。